どうも皆さんこんにちは、リコレンです。ということでですね、こちらのツイートを見てほしいんですけど、こちらね、 T イコークラロア研究部っていうね、ツイッターのアカウントがあるんですけれども、そのツイートがね、俺のタイムラインに、ね、流れてきまして、まあ、第2回と、俺たちの研究に皆さん協力が必要ですということで、こちらのね、ジャイデッキ、まあ、オリジナルのやつなのかな、そう、この下にあるデッキをクラチャレを参拝するまで回してもらい、結果を教えてほしいですという、内容のツイートで、今回はね、こちらにちょっと挑戦してみようかなと思います。でですね、今3勝まで来ていて、一応ね、ちょっとね、やってたんですけど、最初申し訳ないんですけど、これ俺、ジャイは勝手にファイザップだと思ってて、最初ザップファイブじゃない、あ、じゃないや、ウッドじゃなくてザップでやっちゃってたんですけど、そこからね、ちょっと間違いに気づいてウッドでやってるんですけど、まあ、ということで、今日はね、こちらのデッキでやっていきたいかなと思います。いや、そう、ザップだと思って、ちょっとすいませんでしたそこに関してはちょっとあれかもしれないんですけど、さあ、でね、意外にね、あれなんですよ、スケ、スケルトンとか、あとは、あれですね、4コスト系が結構多いので、ちょっと重そうに見えて、何気に高回転、高回転ジャイの部類に入るんじゃないかなと思うんですけど、最低リガー、あー、なるほど、これどうしようかな、スケで回しながら、ビビドラがやってくれるんで、これ、鉄材でいきますか、逆転の。でね、ちょっとこのデッキで当たったら嫌だなっていうのが、あれですかね、ゴレとか、その効果力系の、あ、じゃねえや、がっつり形を組んだら強いみたいなやつ、なんでかっていうと、空とか、空もインドラじゃないし、陸もね、やばい、これ、火力がね、ランバー、火力枠がランバーなんですよ。なんで、まあ若干きついかな、火力系が。やべえ、これミスったわ。めっちゃミスったけど、めちゃくちゃ入るね、これ。オッケー。相手が結構攻めてくれたおかげで。いや、めっちゃ入る、めっちゃ入る。そう、火力枠はランバーだけなので、陸の火力がランバー。で、空の火力に関してあんまりいない、どっちも範囲攻撃で。まあこいつ火力結構出るんですけど、なんで火力がちょっとね、心もとないかなっていう気はするんですけど、まあ、ただ、オッケーだ。なかなかね、やっぱジャイ、ただ俺のちょっと懸念点、俺の個人的な懸念点としては、ジャイをあまり使わないんですよ。あまり使わないっていうか、なんならジャイとフグ俺全然使わなくて、マジで。ああ、キング起動と。さあ、ただここはもう一周ジャイが回るんで、こっち側に多分スケブだと思うんですよね。なんでワンバークの人のスケブで合わせて、相手の陸受けをね、把握することが割と大事なんじゃないかなと思うんですけど、さあ、これがっくりでターゲット取りながら、あー、ターゲット取るまでもなかったですね。向こうでジャイがターゲット取ってくれたんで、さあさあ、両サイドいい形で削れている。これは、スケルトンぐらいでカバーしてあげながら、さあ、ダックリが入っていって、まずは1本で、あれね、ちょっと厄介なんですけど、これはロケ砲が働いてくれるんで、いいですね。で、まあこれ、ウッドを打って、よいしょ、この迫撃的にも勝利と。OK、何気にね、なんか最近すごい感じるんですけど、ジャイって、確かにエレジャイとかと違って、やば、それ、攻撃はしてくんないんですよ、そのカウンターとかね、ゴレとかも爆破とかあんじゃん。そういうことはやってくれないんですけど、あ、どうしよう、これ。ただ、なかなかやっぱタンクとして優秀だと思うんですよ。これさ、6号やばいな、これ。よし、ロケ砲残れ、あー、残んねえか、まあしょうがない。あー、でも柳雨おいしいと。今ウッド打って、いやー、これおいしいっすね。ここライドラ切ってるんで、まあどっちなんだろう、ベビードラなのかインドラなのかによるけど、どっちだろうね、わかるかな。いやー、無視か。まあこれは決済でいいかな。決済して、今回、はい、ただエリゴレとかに関してはローリングってもあるし、範囲攻撃でもマシマシって感じなんで、ダックプリもいて、なんでファイボとか打って、なんとかで柳雨だった。あー、なるほどね、柳雨だったんだよね。まだ回ってないでしょ。はいはいはい、はい、ま
これあれだな、ロケ砲のあれと、いやただロケ砲がやられてしまう、まあ、その間に多分ねラックリが溶かしてくれるんで、レズもつけるべきかな。しっかりエリクサー回収しながらルビドラの範囲攻撃でやれたらいいんだけど、いいですね、よいしょ、 OKOKOK。 このランバーだけの相手だるそうだしな。そうだよね、ランバー、いや細胞矢の雨か、なるほどね、なかなかエリゴレとしては珍しいですね。レイジがないパティーンかな、うん、どうしよう、まあダックプリから流して、いやエリゴレか、いやどうしよう、これちょっとパワーに巻き込まれたくないですね、やべ、よいしょ、あれヒーラーで回復されると厄介なんだよな、どうしようかな、そうだよね、来る、ルビザルの範囲でやれたらいいんだけど、インドラやばいな、インドラやばい、インドラやばい、やべえ、つらすぎる、いやこれつらすぎだな、マジでこれまずいな、ここからいけるか、これそう、ザップがないんで正直このデッキに若干物申したいところがあるとすれば、あのザップが欲しいザップが欲しくって、ワンチャンいけないかな、ヤナミキル、ワンチャンゴリ寄せ、ワンチャンゴリ寄せ、いけるか、いやトルネマンドかよ、サンスペか、いやこれはきついね、ちょっとインドラが止まんないな、そうザップがちょっと欲しいかな、インフェタワーとかもきつそうだしね。さあ範囲攻撃はいっぱいいるもののね、やっぱちょっとあれだね、ソラ系あのライドラあれとかにちょっとだけきついみたいなところはあるんで、まあ、そこをどう突破していくかですね。ヤナメとファイボトルネでしょ、ちょっとやっぱきついよな、どうしようかな、枯渇ですね。おお、ただ今回コウモリ、コウモリはよくわからんな、これロケ砲でやりながら、まあ、こうラッキリでカバーと、いやーいいね、ロケ砲がねいい味出しそうですね。このロケ、わーでかそれ、どれだけ使えるかでいろいろ決まってきそう。これはナンバーで押しにさせたくないよ、いやーこれどうしようかな、まあ、これは指でよいしょ、いたたたたた、コウモリか、タゲ取った後のコウモリぐらい、あこれさタゲ変わんねえかな、変わんねえか、あ変わる、でかい、でまあ、あとあるのがスケバレなんで、まああれだね、ヤナミじゃない限りというともこれはスケでよかった、 OKOKOK、 一発、おお、はいはいはい、さあでプリンス切った後にジャイを展開した、ここはまあキング機能ですかね、おでかい、ここはガッツリで、はい走るな、いやそのさそれやったよな、めっちゃ、まあ、これはプリンス入んないと思う、ビビドラも入った、おーまえマジかよ、入るんかい、まあ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 いいですよ、で最終的にバレる、そうですよね、これはちょっと大きいんでランバーで対応します。さあでプリンス切ったんでここね、まあコウモリだと思うんですよ、なんでロケ砲出しちゃって、お違った違ったけど、いやこれ逆にやばいか、一発で、いやーやばいなこれな、これやばいな、マジでやばい、ウッド使ってよいしょ、いやオッケーオッケーオッケー、なんとか耐えたけどえぐいね、メガナイトもいいのか、うわーこれ相手あれだな、呪文ないな、多分ですけど、さあどうするかな、やべ、ロケ押しむな、やばいやばい、よいしょ、オッケー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 、なんとか耐えている、なんとか耐えて、これちょっとジャイ展開はせずに一旦様子見たいね。さあロケ砲無双だな、呪文がないのでロケ砲マジで無双するべき、今プリンス使ったな、これジャイ行きましょう、ここはお、行ってあげて、これ許容っすね、これ許容してロケ砲がなんとかやって、オッケーオッケー、これさいいでしょ、こう、いやーただスキルもいると、いやー厳しいっすねー、いやー全然入んない、
全然入んない。あれ最後行ったっけいいな、ここで、よいしょ、繰り出しながら、これを次、わー、それスキルも使ったらさ、エリクサー、なさおなさおなんだ。え、メガナイトのエリクサーないと思うけどな。あー、これやっと、いや、だけど、ジャイパンチが3発、よーいって、ジージーと、オッケー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 。いやー、ロケホー無双したね。いや、そうだね。一個前ね、エリゴレはね、ハイボとか、ヤナアメとか、呪文結構多かったけど、逆に、さっきは、メガナイトプリンスのやつはね、あれでしたね。呪文がなかったので、ロケホーがマジ無双しましたね。よし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 。さあ、で、アイスピー、ホグかな。ホグっぽいっすね。ホグはね、これ勝っていきたいけど、いやー高めまして、ただそれはねどうなんでしょうって感じだよね。相手マスク使って、いやー、ただまあ待ちだな、一旦待ち。これねー、いやー、キング起動されてちょっと難しいなー、ホグ。いや、マスケめっちゃ展開してくんの相手。マスケがね、相手の防衛の要だとは思うんですけど、いや、すげえ、しかもね、いやー、なるほどね。じゃあ、これはアイゴルかな。おお、はいはい。いや、そうなんですよ。ここはね、ミニピッカとかだと、多分完封とかできるんですけど、ホグ単体で来られたときに。なんですけど、ナンバーだとね、一発ぐらいは入っちゃうんで、ただロケ砲がね、あの解剖でしか死なないから、まあ、そういうところもうまく使っていきたいんですが、で多分スケが来るんで打ち転がしてあげて、よいしょ、あれをね溶かしきればマスケット、いやそういるけど全然 OK なんですよ。でこれ相手リキュープがざっくり切り上げたら結構そう、これからの相手ぐらいか、まあいいプレッシャーにはなる。あれ、これ来たら、指捨て、指捨てで、なんかなんか、いい感じにやってあげて、さあ、そのファイブは美味しいと。OK、OK、OK、OK。で、どうしようかな。もう一回ファイブ切ったんで、ロケ砲から入って、逆サイク来るかな、多分。わかんないけど、おお、来ない。いや、それマスケ切ったらさ、うわ、なんか突然物の耳になり、これに解放が来る。さあいいよ、あめっちゃいいめっちゃいい。そうこれ追加追加追加で、いやーただ守られるかな。さあ一旦スケかな。オッケー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 。であれスケでやれる。はい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 、徐々に徐々に徐々に、いやー解放が痛いけど、いやこれね先に行っちゃって、でロケ砲を高めに出す。ちょ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 。で、ファイブを構えて、ファイブを。よいしょ。あー、ただ低めマスケに対してな、ファイザップを打ちたいな。まあ、ザップじゃないんですけど、今回。よいしょ。なかなか厳しいね。まあ、これ一旦待ちかな。そうだね。で、ここ、ピッチも使って、よいしょ。一発入るか。うん、デギドラがあんまり活躍しないかな。あれやだな。まあこれロケ砲が多分やってくれるんで、オッケーオッケーオッケー。さあマスク切ってここ行きたいな。ちょっといやーナンバー先行しちゃうか。まあただお、来た。これ5いってたっぷり追加。いやこれきつい相手、結構きついきついと思う。これ一応結構いって、でベビードラ行く。いやー5防衛強っ。いやーこれでも入らず。いやー厳しい。いやー
一発、いやオッケーオッケーオッケー、なんとか完封するけど、いやもう一周回ってくるなこれ。だよね、敗北防衛するしかないんだけど、よいしょ、オッケーオッケーオッケー。さあでからのロケ砲でダックプリ右に出す、左に出してウッドで終わりか。うわー厳しかったなーこれ。グッドゲーム。そうねー、どういけばよかったんだろう。でもファイザップやっぱ打ちたかったよな。ウッドだとちょっとラグがあるから、いやまたホグか、どう勝っていこうかな。26だったとしたら、いや26ではないと。うわーすごっ、これな、どうしようかな、釣りでいっかな、これ釣ってく、大釣りでいい気がする俺。で鉄砲をこっち出しながら、いやいいんじゃない、いいんじゃない、いやいいいい、めっちゃ、いやしかもファイブ、いやこれさあ、でも結構あった、いやでもメガゴ出してファイブでしょ、あーそれやべえ、わーそれやばいな、なんかスキブ結構当たるな。まあまあなるほどね、一旦様子見ればよかったかな。さあ今回ペッカで遅延でホグか、あーでランバー切っちゃったのよくないか。まあまずはウッドで様子見つつ、ダックリつけで完封できないかな、一発か、ダックリもいて、なるほど、相手のスペルがちょっと怖いですね。なんだろう、フリーズとかありそうだよな、ちょっと。いや、どうしよう、ロケ砲高めの、これ、かわしてくるのかな、このダックリ。かわさないな、これは。いやーん、痛い。それはちょっと痛いけど、あれは、ハイブ打ちます。ハイブ打っちゃって、メガゴ、空のメガゴがちょっと厄介だね。これさ、もうそろそろ2枚耐えない、これでメガゴからのスケブぐらい、スケブくるよね。なんでこうウッド転がして、あーなんで入ってないの、マジかよ。いやそれはちょっと痛いな。いやその、まあこっち側はなんとか多分これで抑えられるから、いやそれはちょっとだるい。向こうでこっち突っ込んで、さあで反応する、オーケー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 、あーいいねいいね、さあさあ、いやーでまたペッカ切る相手。さあそうしたら俺は何をするかというと、スケルトンでまずはみんなからジャイ釣りです、ここジャイで釣っていって、しっかりと受けていくと、からのこっち側に入るんで、いやこれさ、いや来た、入る、でかいでかいでかい、右がめっちゃ入ってる、いやしかもターゲットが、あははは、あいつ優秀すぎ、さ左も右もめちゃめちゃ削って、さレイジかかったダックリが右落として GG と、よし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 。いや結構ねジャイはねペッカに相性悪い気もするんですけど、なかなか勝てますねジャイに関しては。むしろやっぱりマスケとかの方がきついかな。さあということで、いや2敗しちゃってるからね、できたら12勝したいなとか思ってたんですけど、うわーどうしよう、なるほどね、ミナシンだったらな、そこまで相性悪くなさそうな気がするんですけどね、ミナライシンみたい、だからウッドだとちょっと違うかな、となるとなんだろうね、なるほど、ウッド型のミナシンとかあるのかな、ミナシンっぽい気にするけどな、ね、来るのか来ないと、マックはキング起動かな、相手も、そうですね、ただこれはウッド転がして、延命したい、OK。一発入れ、あー入らないかな、いやミナシンっぽいっすねこれ、あーマジそれ、まあ、どっちかにダックプリの、どっちかにベビドラ、なんかね、でまあランバーがあるんで、さあ奥に走ってきたら大丈夫と、さあ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 、なかなかまずは序盤は耐えながら、ダックリパッと入んないと、これホバーがどっか出てきそうですね、ホバーのステッパイを、
まあ多分ね、ホバに5でいいと思うんだよね。ザッピーに5というよりはホバに5打って、まあ今ここであれが来ても、ただ今回ウッドなんでね、タルババとかだと、相手がタルババだと低めスケが優秀なんですよ。ホグ来た時に、ロイホグ来た時になんですけど、ウッドだから多分スケルトンやられちゃうと思うんですよね。ロケ砲から合わせるか。で相手ミナシンがカバー来るのかな。ファイボーファイボーウッドと来るかな。来ない。まあ、これはウッドでダメージ稼ぎつつスケでターゲット取れると。さあ OK ですね。ダックリから入るか。どうしようかな、ここからの展開。ミナシンがそうだよね、来るんで、これロケ砲を高め出してどん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 。いやこれさ、いいな、最後打たなかった。いやめっちゃいい、めっちゃいい。これは走ってくる。やばい、いやロケ砲やられるか。しかもターゲットを使ってる、それ強いよな。ただここじゃあ行っちゃいましょうか。あいいね、しかもそっちに降り使ってくれるともう完璧にこれは、はい、いやー待って、エビババ?いやーこれなんかあれだな、ミナシンじゃねえな全然。もう絶対そうなんだろうけど、ミナシンじゃないってのは絶対そうなんだろうけど、どうしよう。厄介ですね、杉下右京さんみたいな。あやばい、これ走る。あーやばい、いって、やばいやばいやばい、最悪。ちょっとこれダメなんだよな本当に。まあ決済かな。でミナシン合わせてきてくれると、あーそう、みなし合わせてくると思うんで、ダックリテンクと配合つけてカバー。 OKOKOK。 さあただこれ熱いっすね。これもう一周じゃいけるな。さあダブルジャイで、これはロケ砲を追加しながらナンバーで、あっち側もほぼ無視で、リクークがきつい。出てきてエリババなんで走るか。いやー来た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 、ビビドル入ってきたー、グッドゲーム。いいね、これが今回天才の強みをね、2周目ジャイがいけるっていう。さあ行きましょう、よろしくと。なるほどなるほど、いやいいですね。そう、俺の知り合いにね、あのジャイ使いがいるんですよ、生粋のジャイ使いが。最近もうめちゃめちゃ強いジャイ使いの方がいらっしゃるんですけど、ぜひともその人に使ってほしいですね。その人なんならいけんじゃないかな。まあ、ジャイスケラとかジャイプリプリとかよく使ってるんでね。いやどうしようこれ。おゴーストからの展開、まあ今だとメガナイトラムか、まあ、ペッコーかどっちかかな。それか三重士、なるほどね。まあ、これは高めでユーノを走らせないようにしてあげながら、まあゴーストユーノ、まあどっちもありえるね。さっき言ったやつどっちもありえるけど、まあ5打って取った。よいしょ、はい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 、これはウッドでしっかりノックバックしてあげながらエリキやってスケでカバー。いいっすね。いやバーバリーパサいっちゃうか。よいしょ、ロケ砲でもよかったかな今ね。これをゴーストとかで受けられて陸受けがちょっときつくなるみたいな、そういう展開俺の。あーもう一発はいかないか。なんでここはロケ砲で許容です。ユーノ追加が、ユーノ追加は来ないか。よいしょ、 OKOK。 さあでこれは歩かせながら、おマジアチャで筋肉動、いやちょっと早かったんだ。まああのマジアチャは許容でもいいかな。エリックか、はいはいはい、あそのエリック、うわー入るのね、いいエリックですね。どうしようかな、これ高めビビでターゲット取りながらつけ、やべやばい、待ってこれザップ来るわ。あーザップ、あ来るよね、そうだよね。ちょベビーがエレキの方にめっちゃ行っちゃったな。さあ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 、鉄鋼なんでね、ジャイはあんまり出したくない、ここぞという時。これも一回行くから入るかな、どうしよう。鉄ジャイで右側のプレッシャー与えつつ、まああれはねもうちょい出てきてからファイボで、あやばい打たなくてよかったな、これさ。なのでざっくりで抑えながら、ざっくりじゃねえや、抑えながらここをつけてカバー。いやーで陸めっちゃ押してくるけど、よいしょよいしょ、
やべ、よいしょ、オッケー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 、ジャイが通るけど、いやなかなかに俺も食らっちゃったな。さあでこれはビビドラかな、よいしょ、さあ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 、これ使ってしたら最後でよいしょ、あービビドラ来たら熱かったけどな、スケールカバーして、いやこれ言うのだけやってほしい、よし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 よ、ギリギリか、いやゴーストの一発入るのでかいけど、うわーこの鉄鋼きついね。さあ、あー射抜いてくるかな、止まるよな、いや怖いんだよなマジで、やべ、いやそのバーバリアンやばい、わーおち、わーおち、これはやばいけど、こっからね効果、いやジャイが通りそうだが、いや相手もベビドラがちょっと厄介か、さあ若干入る、ざっくり展開して、でこれジャイまたつけちゃおうかな、ここでここ形組んでベビドラが結構厄介だと思うので、おっとどうした相手、落ちた系か、なんだいきなり終わったぞ、あれうわマジか、これ普通に今の形いい形だったけどね、いやちゃんと最後まで戦いたかったな、ということで8勝まで来ました、なんとか。さあやっていきましょう、いやーなんか最後までやりたかったな正直、さあよろしくと、結構、いやーなかなかやっぱね、ジャイもうちょい、さあどうしよう、これちょっと間に合わねえな、こっち側だけ打って打って、オッケー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 、うわー出たよそれ、うわーなんだろう、リガーは入ってそうだけど、うーん走るなプリンス、いや走ってはいい、まあでもまあほい、オーケーオーケーオーケー、ここ隠れて隠れてじゃねえ、オーケーオーケー、ロケ砲がマジであいつっていいな、めっちゃいい、リガー入ってプリンスで一発でかい、メガナイトっぽいかなワンチャンで、今アチャクイが、いやでも倒れたけど、アチャクイ入ってるデッキってね、あれなんですよ、これウォールブレイカー来るな多分、これこっち側ベビーお前ベビーオーケ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 ー、さあ、アチャクイ入ってるデッキって火力を、あただ今回プリンスなんだか、でかそれ、これはめっちゃでかいめっちゃでかい、今回プリンスが火力枠としていたんですけど、アチャクイ入ってるデッキって最近だとマジで火力をアチャクイに頼ってるみたいなデッキマジで多くて、まあこれジャイで釣ってもなあれだな、いやロケお前やめろやめろロケお前、いやで来るけど、まあ、こうだとしたらジャイが入りそう、ちょっとなるほどね、やべえこれ違ったかな、ウッド当たれ、あいつにも当たれ、いやでかい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 、これベビドラ向こうからやってくれ、オッケーオッケーオッケー、左側強要、いやいいんじゃないいいんじゃない、何気によかった、さてダックプリがね1400まで削ってくれてるんで、まあ、正直あとは俺は耐えながらファイボでタイブレイク狙っていくってのもあり、それ何言いたかったっていうと、そうアチャクイに頼ってるデッキが多かったりするんですよ火力枠を、なんでジャイで釣ります、ここジャイで釣ってあげて、で相手パイプだったっけ、何だっけ、あこれさあしっかりここカバーして、やべ、プリンスが入る、やばいっすねこれ、ちょっとやばいっすね、ちょっとやばいけど、いやベビードラいい働き、マジでいい働き、さあでナンバーが入れる、来た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 、でかいでかい、さあ危ねえ、ちょっと危ない、ちょっと危なかったけど、さあベビードラまた追加して、ここはねこれでナンバーも追加してあげて、東京君ちょっとあれが、これねジャイっていいな、あいいでかっ、相手すごいねあれロケ砲嫌がって当てたがってるので、ベビードラでしっかりとカバーしてあげながら、
さあベビドラがいいね、マジレイジベビドラがいい。あれ5打っちゃうかな、なんだろ、5打ットで落ちない、あれ、あ、落ちますね、いいですね。さあ来ましたよ、8勝9勝かな、 OK、 グッドゲームと。穴埋めだったのか、危ねえ、ロケオに穴埋め打たれてたらちょっと嫌だったね。さあ来ました、どうしようかな、まずはなんだろうね、相手の武器わかんないけど、まあ、打つところをしながら、あー鉄鋼かな、鉄鋼だったらちょっと嫌だね、やっぱりこうマジアチャで犬カレーでもするのも嫌だな。あーこれあれだな、これこそメガナイト、メガナイトあれっすね、これなんかカバー来る、そしたらダックリ入れるんじゃない、ちょっとぐらい、やべ、それやばい、マジで、いやでもそこでスキル使ってくれるの美味しいんだ、正直やばいな、いやマジファイバーズしたのダメだお前、マジかよ、あ最悪、そこまで相性悪くないと思うんだよな俺、いややばいこれ、マジなんでファイバーズしたん俺、いやここ あれだね、ロケほど強すべきだったかな、ライトニングなんで、ライトニングタルババなんですよ、なんでロケ砲が無双するというか、ライトニングをね打ちたくなるはずなんで、これねファイボで完封できるらしいんですよね、どこだろう、スキル打つタイミングかな、よいしょ、オーケー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 、そうファイボで完封できるらしいんで、それをちゃんと徹底したいんだけど、今回ねあのノックバック系がねウッドなんで、ウッドはあんまり使いたくないんですよね、でユキ、あ、ユキだとタルババじゃないのか、いいっすね。さあでここはつけでライトニングってんのかな、さすがにね、待てよお前、いやお前最悪だわお前、やばそれはダメ、いやーなるほどね、どうしようかな、こうナンバー引きたいかな、ちょっと動こうかな、やばいなこれ、やばいっすねマジで、ねえお前、お前マジで俺のロケホに触んじゃねえよマジで、ビッグぐらいで起用したい、ビッグとロケホで起用したいなこれ、よいしょ、まあ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 いいでしょ、入れてくれる、いやでかいなそれ、走んねえお前、オーケー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 、さあ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 、でまた繰り出して、大展開するか、展開してあげて、オーケーフォーで、まあここで、ああなるほどね、一回、まあこのジャイはねどうせこれでやられちゃうんで、ウッド打つけど、まあ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 やられちゃうんでね、一旦また後ろから入りながら、これダックリ逆サイドになかったかな、ライトニングフル、そうなんですよね、あの向こうとしてもあれが厄介だな、これなどうしようかな、ダックリフルとダックダックしてあげて、でつけでしっかりと、いやオッケー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 、ここ出た、でかいな、さあどうしようかな、お、でかいっすね、マジで、もういやー隠れるかお前、最悪それ、いやー抑えられてどっちも入らないと、いやー最悪だなちょ、いろいろ最悪だなこれ、それはやべえ、いやーそれはやべえな、ジャイで釣るしかないんで、ジャイで全部釣ってあげて、ゴーストめっちゃやだな、そのいやーこのデッキ最強か、やっぱり最強はこのデッキなのか、さあこれはでもいい、あーめっちゃいいねこれ、いや意外にあのジャイ釣りが強いっていうね、さあ打ってあげて、いやライトニング来る、やばい絶対走んな、さあライトニング来た、着衣に解剖打っと、やばいこれ打った当たってないか、やべねえこのミス多いな俺、先に飛ばしてあげて、
いやー、耐えて、耐えて、待って待って、何回か、これ。お。うわー、惜しい。めっちゃ惜しかったなー。いやー、ちょっとあれだったね。ミスが多かったわ。いやー、強いっすね、相手のデッキ。ミス多かったなー、めっちゃ。なんか最初の頃、ファイブ外したりとかさ、逆にね。いやー、これ勝てたなー。正直勝てたわ。ということで、9勝3敗かで終わってしまったんですけど、まあまあまあ、多分俺がジャイ使い慣れてなくて PS もあんまないっていうところもあると思うんで、ぜひね、この動画見てくれた方、ジャイ使いの方とかね、挑戦してみてください。でね、T コークラロアブさんの、Twitter、リンク載っけておくので、フォローの方よろしくお願いします。俺のもよろしくね。ということで、ここら辺で失礼したいと思います。お疲れ様でした。じゃあな。